ワド監督さん撤収する。泣きたいでしょ。何食おうかな。この辺からは多分ね、電波途切れないと思うよ。この辺からは大丈夫。行きの時もそうだった。こんばんは。悲しいよ。
一瞬電波あるかなるかもしんない、トンネル入るから。なんかね、写真とか動画とかやってるとね、やらせがいかに大事かっていうのが分かってくるよ。やらせがいかに大事か。ありのままにね、切り取ってもダメなんだよね。やらせがないとね、面白くなんない。これがリアルだよ、これが。悔しいよな。あー、なんかすげえムカつく。すげえ悔しい。こんなに悔しいのないよ。俺はめちゃくちゃ悔しいよ。あー、マジか。帰るのか。あー、マジか。すげえ腹立つよ。あー、マジか。何やってんだろう。うん、撤収するよ。真っ暗で何にも映んなかった。で、朝まで待てない。もう帰るよ。すーげー悔しい。電波もないし。電波もない。光もない。何もない。いや、一人の限界を感じるよ、本当に。一人で動く限界を感じるね。すげえ悔しい。くっそ、何も取れないで帰る悔しさが分かる。これ何も取れないんだよ。間抜けだよ、間抜け。
のこのこ訪れてのこのこ帰ってくんだよ。なんだこれ。あ、めんどくさいお前絡み。テポトン消えろ。すっげえへこむ。イライラさせんな、イライラしてんだから。八つ当たりじゃなくてうるせえ。イライラさせんな、めんどくせえわお前のコメント。うるさいうるさい。はいはいはい、バイバイ、お疲れ、ブロックです。めんどくさいめんどくさい。見に来て人のこと煽って配信切れってどういう見解だよ。俺が金払って配信やってんだから。見に来てるやつはそんなに偉いのかよ。パワー来るよな、こういうコメントな。何様なんだろうこいつ。お久しぶりです。どうも。こんばんは。
フォーカスした時のアップになるやつってどうやって気配解除するんだこれ。フォーカスのアップの解除が分かんねえな。ピント拡大かな。これだ。ピント中。これだ。これをなくしたいんだけど、どうやってなくすんだろう。ピント拡大、ピント拡大、ピント拡大。ピント合わせの拡大を消したいな。ピント補助。延長します。ここ電波良さそう。ピント、ピントの拡大ってどうやって消すんだろう。ピント拡大、ピント拡大中オートフォーカス、マニュアルアシスト、マニュアルフォーカス、アシスト切りかな。これだ。何が？あ、電波？まだ悪い？さっきよりはいいってことはまだ悪いのかな？にブツブツするか。たまにブツブツする。たまにプツプツするか。あんまり良くないのかな。じゃあ電波あまり電波良くないか。うん、今落ち着いてる。うん、それは良かった。そいつは良かった。広角レンズ欲しい。ここだ、灯台の光が入んのか。新聞配達の人頑張ってるな。星を撮ってる。今角度を決めてるね。
こでちょっとやってみようかな。今星を取ってるよ。あれ、充電がされてない。抜けた。うわ、充電もねえじゃん。バッテリーも切れんの早っ。え、なにこれ。え、これ朝まで持たねえか。いよいよだな、いよいよだな。いよいよだね。ん？どうだ？星を取ってみようかなと思って。星空ロマンティックだよ。なんだろう、なんでここだと明るく撮れて向こうだと撮れないんだろう。月明かりが入らないのかな。不思議なんだよね。カメラ不思議なことがいっぱい起こる。いいね、ありがとう。サンキュー、いいね、ありがとう。いいね、ありがとうね。ありがとう。こんばんは、みんな。
かおしゃべりしてようよ。普通に雑談してようぜ。何がうざいの？うざい、うざいなら見なきゃいいじゃん。美咲さんこんばんは。何がうざいの？うざがらみやめて。めんどくさい。ブロックするよ。ここじゃないところから撮ろう。電波はね戻ったんだけどね、流なんとか撮れなかった。場所変えるわ。画角ここじゃねえな。もっと攻めるわ。流なんとか撮れなかったよ。
電波なくなったら教えて、そこ電波ないよって。浜辺まで行くわ。滑るな。砂浜滑る。川水になってんのか。今ね、そこにいるよ。まさにそこにいる。今まさにナウです。ここにドストライクでいるね。なんでこっちだと暗くなるんだろうな。これがわかんねえんだよな。すげえ真っ暗になんてよね。なんだろう、光源かな。がよくわかんねえんだよな。移動、ちょっと移動するだけでね、条件変わっちゃったら真っ暗になるんだ。これが厄介なんだよね。俺の大好きなオリオン座でも撮るか。まさかここまで来てオリオン座撮ることにはなるとは思わなかったけど。砂浜だな。ここでシャッター切らせてね。ちょっと待ってね。ここで行くかな。砂浜に寝そべろ。寝そべるつうか座り込も。あーでも汚い。うわ汚れるな。
電波はどう、ここ。電波ある？問題ない？電波どうじゃろうか。電波どうすか。電波あるんだ。じゃあここで3時間4時間雑談しよう。しょうがない。これは誰が悪いわけでもなくて俺が悪い。写真は撮れてる。ここは、ここは大丈夫。ただ座りたいな、なんか座り込みたい。座ろう。今クルクルしてる？今クルクル？ちょいクルクル。ちょっと待ってね。オッケー。クルクルし始めたら教えて。狂ってるよって。嘘、電波ない。電波ない？どうなんだろう、ここ電波。一応ね、 Wi-Fi はバリオンなんだけどね。一応 Wi-Fi はバリオンだね、俺の中では。まあトークが聞こえればまあしょうがないかなって。田舎の方だし海沿いだから、俺の中ではトークが聞こえれば勝ちかなと思ってんだよね。みんなと会話ができて、コメントは一応拾えてるから。うん、映像が少しクルクルする感じか。ちょっとそれはしょうがないな。ラジオに変える？最悪。どうせここ俺座り込んでるだけだから。3時間広角レンズがあったらすげえダイレクトな星の写真撮れるんだけどな。それがちょっと残念かな。まあ4時間座って喋ってんのね。部屋の中で喋ってると思えばいいんだもんね。普段と変わらない。考え方だよね。気の持ちようだよな。気の持ちよう。あ、みんなとおしゃべりしてたら3時間なんかすぐだもん。飲み物はあるし。まったり雑談しようぜ。
こういうところで夜が明けんのを過ごすのもまたおつじゃないか。プラス思考、プラス思考。コーヒー飲もう。失敗があるから成功があるんだよな。じゃあコーヒー、買ってきたコーヒーいただきます。 KP KP、KP、 星ってゆっくり動いてんだよな。いいよな。まあ開けたら戻るか、もう一泊温泉入りたいってずっと言ってたから、せっかく温泉がいるから、のんちゃんがシャカとペコ面倒見てくれんなら、もう一日もう本当に温泉入るだけのために温泉行きたいなとは思ってるけど、のりこいるのかな、コメント欄に。今日ご飯と水変えてくれたって言ってた。まあでももう一泊だな、したとしてももう2泊2日目だから。ていうかタムタムコメント書かねえな、大丈夫かな。手術、タムタムがコメント書かねえな。お、延長します。ねえ、のりこのおかげでこういうことできてるから、みんなのおかげだよ。全部の活動がいろんな人に支えられてここまで来てるから、だから失敗したくないんだよね。金と時間が無駄になるのが嫌なんだよね、すげえ。一番許せない。雨降ってなかったの最高だな。
ジャーのジャーが分かんないですね。俺成り上がるつもりなんかないよ。やりたいことやってるだけだよ。初対面の人にお前っていうの良くないよ。何が口だけなの？俺あなたと絡んだことないんだけど、俺の何を知ってるの？今日初見なんじゃないの？俺全然ないよ、相手も投げない人には。ないよ、全くないよ。どうなんだろうな、やってけんのかな。いや働かないけど労働はしないよ。誰かの奴隷になって社会が悪くなるんだったら働かないよ。何が見放されんの？気づけて。何が？だってさ、やりたいことやってお金稼いでなんで悪いの？やりたいことやってお金稼ぐのが一番良くない？俺はそう思うけど。やりたいことやってさ、キラキラしてさ、人に夢と希望を与えてさ、でそれでなんか収入を得るってすげえかっこいいことだと思うよ。夢叶えてる人かっこよくない？何成功したらって何？成功って何？やりたいことやるって言って、なんでその成功とかが出てくるの？やりたいことやって生きればいいじゃん。成功したら言えばって何？泣きそうなんだよ、写真がうまく撮れないんだよ。うざがらみはブロックするからさ、納豆さん他行ってくんね。悪いんだけど、うぜえわ。
お互いにプラスになんねえからさ、他でやりなよそういうのは。ここそういう場所じゃないから、うん、じゃあさよなら、バイバイ。はい、バズツー。
今ね、伊豆だね、南の方の、下田っていうところにいる。海だね。今写真撮ってるよ。映像撮ってる。タウシに入る。え、電波悪いってこと？電波悪い？タウシより全然奥だよ。電波がいいかどうかは俺分かんないんだよね、放送中は。もう放送回しちゃったら、うん、たまにくるくるか。あんまり良くないんだね、ここは。タウスの方が電波いいのか。最悪、一番撮りたかったとこ真っ暗で何にも撮れなかったし、やっぱ広角がないと無理だった。いや、逆光で穴が開いてるところからその雲とかは撮れるんだけど、星とかね、いや月明かりが入ってないから、ただ暗くてただ空が抜けてるだけの映像になっちゃって、で帰ろうと思ったけど悔しくて悔しくて、今海岸沿いで写真撮ってる。星のタイムラプス撮ってるね。もう悔しいよ、しょるに。ここまで来て今オリオン座のタイムラプス撮ってる。撤退だよ。だってね、駅に帰ってもやることないし、照明たかないとダメだな、そこは。夜だったら、まあ夜の写真が出てこないってことはそういうことなんだろうね。今だから岩山を影、岩山を逆光で入れて星のタイムラプス撮ってる、海岸で。だシャッタースピード30だから、まあここであと3時間ぐらい粘ろうかなと思ってて。配送だよ、時間と金が無駄になった。今日はちょっと配送ですね。負けだ俺の。悔しいね。ね、いや、あのね、こんばんは。写真撮りに伊豆まで来たんだけどうまくいかなかったっていう。だから歩いて1時間半かけて来たんだけど、電車3時間歩いて1時間半かけて海まで来たんだけど、どうしても写真撮りたかった場所で、で要は光が入らなくて何にも撮れなかったっていう、もう超失敗。金と時間と労力が無駄になったっていう。今しっぽりオリオン座撮ってるよ。
朝までオリオン座かな、これは。悔しいね。あと広角レンズ持ってないと多分ああいう写真にはならないな。ていうか木がガサガサしてんだけど、イノシシかな、サルかイノシシがなんかやってんだけど、風ないのにガサ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 後ろでやってっから。いや、あのさっきも動物の鳴き声してイノシシが出るらしいんだよ、ここな。負けるぞ、勝てねえぞ、イノシシなんか。こんなところで襲われたら。イノシシの牙ってあの太ももの一番太い頸動脈バツって切るらしいの。だからもう20分ぐらいで死んじゃうらしい、あの下から突き上げられたら。なんか木がガサ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 やってる。イノシシ VS はどうか。車も人も誰もいないのに木ガサ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 言ってるもん。いやー無理でしょう、あの突進力は。野生には勝てないよ。だってニホンザルのあのちっこいので握力50とかあるんじゃなかったかな。野生の動物と喧嘩は無理でしょ。ちっこいウリ坊とかだったらワンチャンあるだろうけど、こっち側も大怪我するだろうな。まあでも言って、いや多分ね、あのでっかいそのなんつうの、あの防波堤の下にいるから飛んでこないと思うけど、明らかに動物がガサ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 やってるよ。すぐそこにいる、ガチャ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 やってる。さっきいなかったもん。だから俺の話し声で来たんでしょ、誰もいないから。ああ北斗七星が後ろ、北斗七星が後ろにいるよ、真後ろに。オリオン座のちょっと対面ぐらいなんだね。初めて見た北斗七星、こんなに全部くっきり。ああ低いところに出るんだな。ああこういう感じなんだ、面白い。あ、いなくなったね。大丈夫だ、いなくなった。向こうの方行ったわ。ちょっと寒くなってきたな。やっぱ1時半過ぎると寒くなるね。明け方が一番寒いんだよな。サムタンだね。ゆっくりゆっくり画面から動いてるよ、オリオン座が。これヒートテック買わなかったらもっと寒いんだろうな。ヒートテック買って正解だったね。
俺はこんなところで一体何をやってんだ。寒いなマジで。激寒だよ。あ、雲が来た。マジか。星のタイムラプス撮ってる時に雲が入り始めたんだけど、うっぜえ、雲出やがった。マジかよ。ハート、あ、ハートありがとう。上塾さんどう、最近忙しい？あ、雲かかり始めたか。気づかなかったな。雲がかかり始めちゃったよ。俺普通にぐるーって回るの撮りたかったんだけどな。これは予想外な展開だ。雲さっきまでなかったのに急に来るからな。あー、まあ俺も過眠症だからね。辛いよね過眠症ね。辛いよね。俺無呼吸症候群だからな。睡眠は改善したいなちょっとな。でも睡眠時間長い方が長生きらしいよ、一説によると。ちょっと待って、写真どんな感じになってんの。雲かかってんの不安だなこれ。ちょっと確認します。一瞬だけ。あ、大丈夫だ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 った。エフェクトが少しかかるぐらいの感じ。がっつり雲消えたらやだ、雲がかかっちゃったらやだなと思ってたけど、星がちゃんと映ってるわ。大丈夫。なるほど、海の方に向かってる雲なんだこれ。大丈夫だったわ。あ、でも結構来てんなおい。後ろ。寒い。これがあるからな、本当に計算ができない。自然は本当に計算ができないよ。邪魔したりいたずらしたり、本当にどうなってんだよな。急に変わるんだもん。参ったな。どうしよう。てか寒い。めちゃくちゃ寒くなってきたな。火を起こしたいもん。焚き火を、火を起こして焚き火をしたいね。
でもなんか伊豆の方住みやすそうだな、気温的には。東京みたいにバッチリ寒くなる感じじゃなくて。車が全く通らない、すげえな。コーヒーどこやったっけ俺。さっき KP したコーヒーどこやった。さっきの。だね、車。いや、車本当に必要だなと思った。カメラ本気でやるんなら、映像本気でやるんなら免許取らないとダメかもしんない。ちょっとこれはね、無理がある。自分でね、レンタカーでいいんだよね。免許取ってさ、パーって行ってパーって帰ってきて、でそうしたらね、重たいバッテリーとかも積めるからね。三脚とか何本とか、レンズ何本とか。今最小のミニマムさ装備でさ、これだけ苦戦してんのも。車ないと無理だよね、写真やるんだったらね。映画なんてもっと機材多いもんな。いいな。はい、ワード風もう昨日引いちゃったんだよ。延長します。こんにちは、こんばんはか。延長します。アイテムお願いします。ジャイロキャノピーだったら機材詰めるか。ジャイロありだな。まあでも車だよな。あっと驚くような映像を撮ろうと思ってたけど、ちょっとこれは今回期待してくれたリスナーさんに申し訳ないな。ちょっと申し訳ない。でも寒さをしのぐってこと考えたら車の方がいいよな。こういう日もあるか。
セロキャノピー、いや寒いでしょ、いくらなんでも。ジャイロキャノピー開発受けないのか、風防あるもんね。それでも多少寒いんじゃないかな。マジだ。ピザーラかなんかかな。ここで寝れないかな。ちょっとね、絵的に、絵的にね、伝わりづらいと思うけど、イメージはね、たけし監督の花火って映画があるんだよ。で、花火で海岸で戯れるシーンがあるんだけど、あんなところだね。あれは沖縄だけど、撮影。誰もいない夜のビーチで仮眠したら、しかもシャッター切れないし、いや何にもないんだよ、ここ街灯がないんだもん。車中ってだから車ないよ。歩きで来たんだって。1時間半かけて歩いてきたんだよ。苦行だな、苦行。そうだね、車必要だね。のんちゃんと一緒に写真撮ったら楽しいのにな。のんちゃんお外嫌いだからな。寒くなってきたな。やっぱ2時ぐらいが一番冷えるのかな。すげえ寒い。
みんなが人生で一番大事だと思うものは何？生きていく上で一番必要なものは何？いや、概念的でもいいよ、全然。物でも概念でも何でもいいよ。昨日静岡で撮った月最高だったな。いらないかな。この幅か。ありがとう、ありがとう、さすらい人さん、ありがとうね、バカありがとう。サンキュー。で、星隠れちゃったよ。星取ってんのにうまくいかねえな。雲欲しいときは雲来ねえし。神様は意地悪か。俺の思い通りに地球なんて動いてくれない。悔しいよね。寒い風が手が冷えてきたね。悔しくありけりだよ。
俺の意思とは無関係に世の中は回っていくよ。俺の都合なんか聞いちゃいねえよ。映画プロフィールに書いてある通りだよ。スケジュールはプロフィールに公表してある。もしよかったら協力してアイテム投げてくれたら映画の作成費用になるから、頼む。プシュカルさん、ありがとう。いつもありがとうね。みゆき奥様いらっしゃい。オリオン座隠れちゃったもうだいぶ右側に移動した。本当はね、竜宮窟で検索して下田スペース竜宮窟、そこで写真撮りたかったんだけど、暗すぎてね、何にも映らなかった。光のないところでは無力だったわ。どんなにいいカメラ持ってっても無力だった。だから帰ろうと思ったんだけど、悔しくて1時間半歩いてここまで来たの。駅から電車に乗、静岡から電車に乗って6000円かけて3時間かけて1時間半歩いて、で何にも撮れないって悔しすぎてさ、でオリオン座撮ろうと思って今浜辺で自分の無力を痛感してるところだよ。悲しいだろう。いい絵が撮れないとね、悔しいんだ。月明かりの関節でいけると思ったんだけどね。だからもしかしたら明け方引き返すかもしんない。夜が明けたら分かんない。もう変なことで悩まないで。おー、ちと久しぶり。バカありがとう。ただただ寒いよ。誰もいなくて寂しいよ。温泉入ってゆっくりしたい。うまくいかないよ。なかなかうまくいかない。寒いね。23が満月だったんだ。そっかそっか、半月っぽいもんな。そっか。プシカルさん、風船ありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。
寒い。そうだね、月明かりってすごく難しくて、月ってね、実はみんなが思ってるよりもはるかに明るいのね、月明かりって。で、明るさのコントロールをカメラでやるんだけど、難しいんだ、そのカメラのコントロールが。だから月をきれいに撮ろうとすると周りが真っ暗になっちゃったりとか、バランスなんだよね、どこをどう持っていくのか。で、写真だけでそれだけで難しいのに、今度雲が流れたり星が回転したり月の位置が変わったりするじゃん。で、3時間後の予測なんて誰もできないじゃん。ありがとうチョコマルさん。3時間後何が起こるなんて誰もわかんなくて、星をきれいに撮りたいのに雲が流れちゃったりとか雨降ったりとか、難しいよ本当に。光の加減が変わっちゃうんだよね。それが今度太陽の時もまた違うし、太陽も違くて月も違くて、動画は難しいね。なんかみんながね、普通に見てる動画がなんかすごい大変なことをやって作ってるっていうのをね、知ってもらいたい本当に、多くの人に。みんなが 0.2 秒のおっていうシーンを作家がどれだけ魂込めて作ってるか、すごいよ本当に。また動物が騒ぎ始めたな。波の位置が変わったのかな。音が変わったな。なんか鳥が騒いでる。鳥っていうか猿だな。車か。月ありますよ。月出てますよ。撮影は失敗。なんで月が出たら撮影失敗なんだろう。なんで？昨日は月を被写体に撮ったね。うわ、プラスに振ってるな。なんだこれ。うわ、なんか変わってる状況が。ちょっと待って、プラス7。なんだこれ、さっきマイナス7だったのに振り幅でけえな。雲か月か、なんだこれ。ちょっと待って、なんか変な現象起きてる。え、何言ってんの。ごめん、よくわかんねえわ。ああそういうことか、そういうことか。分かった、雲だ。雲の月明かりでプラスに振ってるんだ。なるほどね。え、月ない夜空と比べると月ない方がいいってこと。月がない夜空ってあるの。わかんねえな。トイレ行ってくるわ。
まあオリオン座の被写体をね強くするんだったら分かるけど、そういうことかな。しょんべんしてくる。ただいま。オリオン座はもうカメラのあれに入ってないね。画角には入ってない。画角狭いな。やっぱこう角欲しいな。風景撮るんだったらここ広角レンズ欲しい。あと単焦点広角望遠が欲しいかな。単焦点広角望遠だな。そうだね、科学写真寄りではなくてね、まあ、あのもしよかったら僕の YouTube か Twitter のトップページが分かりやすいかな。 Twitter のトップにね、あの動画を貼ってあるんで、あこういうの作ってんなっていうのを見てもらいたいかな。どちらかっていうとアート系だと思う。もしよかったら栗田さん見てみて。ありがとう、頑張るね。科学写真はもっとシビアだろうな。うん。そっか、つまんなかったか。いやいや、それはね、人の感性だから全然正直に言ってもらった方が嬉しいっすよ。あの別に見てくれた人がね、つまんないか面白いとか別に謝らなくていいっすよ。これは栗田さんの感性なんで、栗田さんの感性否定しないですよ。ただまあなんかゴミとか言われたら腹立つけど、あの一生懸命作ってるんで、面白い面白くないは別に普通の感想だと思いますよ。謝んないでください。今引き潮、あのね潮は関係ないね、海が入ってないから。ありがとう栗田さん。また猿出てきたな。猿多いな。イノシシか猿か、多分猿だよね。ガサ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 やってるよ。風が吹いてないのにあんな木ガサガサ言わないもん。一部分だけで。充電はまあ持ってるかな。充電は悪くない。2時か、あと4時間半か、夜が明けるまで。
6時半になったら行ってみようかな。電波ないから配信できないけど、6時半になったらもう一回トライしてみるわ。なんかこのまま芋引いて帰ったらなんか何しに来たのか分かんねえからさ。何お前オリオン座取りに行ったのって言われちゃうもんね。あ、延長します。もしよかったら延長代ください。延長しました。寒いな、しかし。しかしまあ寒いよ。寒いな、しかし。冷えるな。寒い。焚き火ってやったらさ、違法なんだっけ？焚き火ってやったらダメなんだっけ？火を起こしたらダメなのかな？さすがに寒すぎる。ダメなのか。じゃあ耐えるしかないね。
多分ダメだよね。俺がガキの頃法律変わったと思う。なんかゴミ燃やしてたもんな庭で、なんか焼却炉買って、あれもダメになったタイミングで焚き火ダメになったんだよね多分。あー車通った、光っちゃったよ。うわ計算外だ、これどうなる。ちょっと今の不安だな、車通って木が明るくなったな、計算しなかったな。それ車通るわな、1台ぐらい。ワンカット捨てか、ワンコも捨てか。あ大丈夫か、よかった、大丈夫だね、大丈夫、よかった。これ雲ってなんで途中で消えるんだろうな、面白いな。雲、雲が現れて雲が消えるんだよ。どこに消えてくんだこれ、不思議だよな。気温でこうなってんのかな、気温でファーって消えてくのかな。雲って面白いな。どういうことなんだろう雲って。あのね、海際には行かないんだよね。陸側で雲が発生して、ちょうど雲の形と陸の形が連鎖してんの、連動してるの。何なんだろうこれ。寒いな。
まさみさんこんばんは。寒い。ダメだ、ヒートテックあっても寒いわ。多少和らぐぐらいでやっぱ根本的な解決にはならないね。2時過ぎると寒いわ。完全に雲が覆っちゃったな。あー抜けてきたか。わかんねえなこればっかりは。こればっかりはほんとわかんねえな。ありがとう、まさみさん。風船ありがたくいただきます。ありがとうございます。延長代の足しにさせてください。ありがとう。簡易テント、あったかいのかな、テント張ると。テントホカロンだね。ホカロンは必要だね。北海道あったら多分だいぶ変わるだろうな。簡易テントはどうなんだろう。北斗七星の位置はあんま変わってねえな。どう流れてってんだ。さっきこっち側にあったから。あ、風が強いテント張れないんだ。なんかあと膝掛けみたいなものがあったら少し違ってたかもね。あと服を多めに着込んでくるとか。ヒートテック買わなかったらもっと寒かったからよかったよ。あー寒い、めちゃくちゃ寒い。から雲がかかりすぎててどういう映像になってるか不安だな。
今2時間ぐらい撮ってる。もうどれくらい撮ってんだろう。こういう映像か。なんとも、なんか中途半端な仕上がりになっちゃったな。残念だけど。まあまあまあ、しょうがないよね。なるほど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 。これもしかしたらいけるんじゃないかな。月の位置、月の位置がここにある。上から見る。ああ、さっきの角度が向こうだったから。どうだったっけな。ちょっと厳しいかな。
まれて初めてかもな、こんなに海にボケと同じところに座ってたのは。生まれて初めてかも。みんなって結構自分の感覚みたいなものって信じてる方、月が真上に来たよ。直感大事だよね。動物の本能、昔からの DNA に刻まれた本能。とんでもない情報が詰まってるんだろうね、多分ね。2時間と20分だから、残り100分か、残り100分。延長します。1時間。うん、なるほど。配信しながらあれだな。今度カメラの方の充電やって、明け方また竜宮窟行って。どういう風になるのかちょっとトライしてみよう。ありがとう、炎上隊ありがとう。ありがとう、金魚姫。サンキュー。やっと雲が全部晴れたけど、オリオン座がもう何度ぐらいだろう。45度傾いてるね。オリオン座って縦にも3つあるんだな。真ん中の下に縦に3つ入ってんの知らなかったな。あ、こんなの縦に3つあったんだ、オリオンって。
あの真ん中にさ台形のこう右肩上がりに3つあるけど、その下に3つあるんだね。名もない星がいっぱいある。全部名前つけてんのかな。全部名前あんのかな。まあ、見えてるやつは全部あるんだろうな。こんなに星があるんだ。ものすごい数の星があるよ。確実にいると思うね。あの宇宙には確実にいると思う。あのホーキング博士の言ったこの宇宙、まあおそらく計算上200万個体いるって言われてんの。知的生命体ね、普通の生命体じゃなくて知的生命体は200万個体いるだろうって。ただどんな生物でどれくらい頭がいいかは分かんないけど、まあ人間以上だよね。人間以上の生物はそれくらいいるだろうね。だから死ぬ前にホーキング博士警告してんだよね。あの宇宙人とコンタクトを取ろうとするなって、でやられるって。要はあの侵略されるって。要はこっち側からコンタクト取って、あの銀河とか星を移動できるぐらいの知能があるっていうことは侵略されるよっていう。それは歴史上見たら、あの強い方が侵略してきたでしょうって。だから宇宙人とコンタクト取ったらダメだよって、戦争が起こるよっていう。一瞬で侵略されるだろうね。間違いなくいるでしょ。ただ遠すぎて会えないんだよ俺らは。遠すぎる。いや、あの知能が高いのも低いのもいるんじゃん。文明があるかないかも含めているんだと思うよ。ほら、知能と文明はまた別だから、間違いなくいるでしょ。だってさ、おはようねこの目。だってさ、こんだけ、だって地球のここに海があるでしょ、砂粒があるでしょ。地球の中にある砂粒の数考えてよ。今海岸にいて砂粒だらけなんだけど、この砂粒の数より星の数の方がはるかに多いんだよ、金魚姫。この海岸だけでどんだけの砂粒があるよ。この砂粒、地球上にある砂粒をはるかに凌駕する星があるんだよ。いないって思う方がオカルトだよ。普通に考えているよ。それだけその無限大っていう数字、その可能無限、観測可能無限、観測不可能無限、だって観測可能な中で無限なんだから。
うん、そのさ広大な宇宙の中で人間だけが生まれて初めて知能を持って、これかね、人間だけしか知能を持った生命体がいなくてって、そう考える方が人間のなんつーの欲っていうか、人間だけがすごいんだっていう風に俺は聞こえる。冷静に確率的に考えて宇宙人はいるんだ、ただ遠すぎる。でその宇宙、今分かってるね、この宇宙は分かってるけど、宇宙が膜になって連なってるって言われてんだよ今、最先端の科学で。だから宇宙の数もまた膨大にあるんじゃないかっていう。で宇宙のこと完璧に把握できてないかんね、もうわけわかんねえわもうわけがわかんない。うん、計り知れない。そして俺は歯を磨きたい、ね、月は入らないか。しかし寒いな。3時か。3時か。うんうん。あと1時間半か。すぐだな、あっちゅう間だ。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める眩しい方。
青い空の真下で寒いな。早く開けないかな、夜が。いや、昨日ね、寒いところでずっと5時間ぐらいいたからね、もう風邪ひいてんだよね、多分。すでに。もうすでに風邪っぴきだよ。残念だけどね、猫の間がさ、何週間か前に言ってたさ、私の悩みは和道に解決できないよって、あれ何だったの？
いや、流星群とかじゃないよ、全然。流星群とかじゃない。ていうか、今日流星群あんの？ずっといるけど、何も見えないけど。流星群だったの、今日。うわ、すっげえ雲が。でっかい雲が来たな。すごい速さだな。寒い。なんか明るくならないな。夏はね、あの空撮るんだったらね、冬がいいらしい。夏だったらね、沖縄とかだったら気持ちいいだろうね。ちょっと暖かかったら、やっぱ空はね、冬が乾燥してるから星が綺麗に映るらしいよ。だからまあ冬で、なんか湿度とかの関係じゃないのかな、多分。星は冬で合ってると思うよ。すごいな、この人。
の飯が食べたい。目の前海だよ。目の前海、誰もいない海、寒い、温まりたい、寂しいよ。うん、バッテリーが切れそうだな。バッテリーもう一個買わないとな。寝袋あったらいいね。さあゴローンって浜辺で寝っ転がりながら温まりながら撮影できるね。ミノムシみたいになりながらね。バッテリー欲しいな。もう1個、もう2個ぐらいあったらベストか。リスナーさん、タムタム、昨日手術だったんだけど、手術終わってから見に来ないんだよね。それがすげえ不安。和道 T シャツ着てくれたんだぜ、病院で。うん、どうだろう、うまくいってるといいけど。帰ってこねえな、タムタム。いっぱい遊びたいよ。ね、元気になってほしいね。看護師さんにさ、なんか、いっぱい俺のこと話してるみたいでさ、ああ来てくれたんだってみんな立ち上がって、すげえ恥ずかしかった。なんか俺のこと大好きなのが伝わってきて申し訳なくなったよね。看護師さんからするとポカーンだよね。例の人来たのねみたいになってた。ショートコントスーパースターだよ本当に。ああ寒い。いや恥ずかしかったね、ちょっとね。若い麻酔師のイケメンの人に手術の打ち合わせしてたんだけど、そしたらいきなりタムタムがさ、ラッキーですねっていうの、麻酔師さんに。で麻酔師さんはてなってなるわけじゃん。ラッキーですねってタムタムさんが言って、タムタムが言って、で麻酔師さんがはてなって言ったら、めちゃめちゃ有名な人ですよこの人って言って、あそうなんですかみたいな、はずと思ってめっちゃはずと思って、やめてって言ったよね、やめてって思った。ラッキーでもなんでもないかんね麻酔師さんからしたら。
うん、早くコメント書いてほしいな。待ってるよ俺は。もう悲しい思いはやだよ。いいこととかわかんないけど、早く元気になってほしい。また一緒に放送コメント書いてくれたら嬉しいな。だって俺のことずっとよく一言も悪く言わずさ、ずっと応援してくれてたんだもん。ずっと俺のこと守ってくれてたんだよ。タムタムには帰ってきてほしいな、早く。うん、原付？お、原付だ。こんな3時に原付ってなんだろう、新聞配達かな。え、ちょっと待って。え、何あれ。え、何あれ。え、何あれ。ありえないスピードで、え、何あれ。え、ありえないスピードで海移動してる光があるんだけど。え、何あれ。え、何何何何。え、何あれ。あ、目の前に止まった。え、何、怖い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 。何。え、何。え、なんでなんで。え、止まった。え、なにこれ、 UFO？ え、なになになに。え、なにこれ。え、なに。え、なにこれ。え、え、怖いんだけど。俺の目の前に2個いるんだけど。え、なにこれ、なにこれ。え、なに。なにこの光。え、どういうこと、どういうこと。え、な、なに、なになに。いや、マジで怖いんだけど。いや、UFO でしょ。え、なにこれ。なんか、普通の船のスピード、ゆっくりこうやって海岸線行くんだけど、ブワーってこう、速いのが、こう連想して、俺の目の前で今止まってんの。なになになにって、速い速いって言ったら、俺の目の前に今いんの。なにこれ。ずっと止まってんの、二つ目みたいに。すっげえスピードだったよ。え、なにこれマジで。え、なに。ずっといるんだけど。え、マジだよ。え、なにこのスピード。え、なんで止まったの、俺の目の前で。だって3秒ぐらいで海岸の端からそこまでいるんだよ。で、俺の目の前にいるんだよ、2個で。ゆっくり船は追いかけてんの。え、何？船のスピードじゃないよ、飛行機かなと思ったもん。え、何？怖いんだけど。え、何これ。え、集まってきた。いや、今見えてるよ、目の前で。ちょっと待って。え、マジで映すよ。え、でも携帯だと多分。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。そこに見えないかな。ちょっと待ってね。見えないと思うけど。あー、ま、無理、真っ暗だわ。そこにいるんだよ、真っ暗だわ。あ、4つになった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 よ。ちょっと待って待って待って、なんか集合してるんだけど。え、何これ、なんで俺の目の前に止まってんの。あ、違う、やっぱ船だわ。奥のは、奥のは普通に通過してんだよ。え、何マジでこれ。なんで俺の目の前に止まってんの。すっげえ速さで移動したんだよ。
船のスピードじゃないの明らかに、あの2つ。いやだから暗くて見えないんだって。え何マジで、え何今のスピード、え超意味わかんねえ。あ移動した。え何今の UFO って本当にいるのマジで。え超怖いんだけど。船じゃないよあれ、飛行機でもない、止まってるもんだって。え何だったのマジで。ええなんで、え何あれ。あ移動した移動した、奥の方に行った。えでも2つ平行で分かんない。いやだから船のスピードって同じじゃん、こうゆっくりは見えてんのいろいろと。だけどなんて言えばいいのかな、左から何倍、5、6倍のスピードでヒューンって移動するのがあったの、こうヒューンって。でうわ速い速い速いって言って、何これ飛行機のスピードぐらいなので、どうなったかっていうと、ヒューンって2つこう点が移動して、ヒューンって移動してここで止まったの目の前で。で今いなくなった。ありえなくない、ヒューンって移動してここでずっといるんだよ。で今もう向こう行った。えなんだろうあれ。で船はゆったりゆったりゆっくり、これくらいのスピードゆっくり移動してんのよ。なんだあれ。え船ってそんなスピード変えらんないよね。え何今の。えなんだ本当。あまだ奥にいる。怖っ。え何、まだいるまだいる。あまだちょっといるわ、いなくなった。え何だったんだろう、超怖え。明らかに俺の目の前の画角で止まったの、止まったんだよ、急停止したの。あるそんなこと。えなんだマジで。 UFO かなマジで。飛行っていうか船の海岸線沿いだから船だと思うんだよ多分。地平線に沿って船と同じ角度でいるから。えどういうことだ。えなんだろう今の現象、船と同じ角度だから急に止まれる。船ってありえないスピードだよ、船のスピードでも。なんだマジで。船はゆっくりゆっくりは動いてんだよ。え何今の。いや今撮ってる撮ってる、もうオリオン座フレームアウトして今ただもうまだ撮ってる、まだ完成品は見れない。何今の。いやマジで怖いんだけど、怖いっつうかなんか不思議。うん無理だよね。だからこうウィーンってとんでもないスピードで、うん、ピタッて止まって、ふわーってもう超今度は超ゆっくりになって向こうの方行くの。今もう見えない、その島と島の間にいるのね今。岩島っていうのかな、そこの角度で。なんだろうマジで、とんでもないスピードでびっくりしたのよ。船のスピードって一定じゃん。で船が何個か見えるんだけど、あ船だと思ったら船じゃないの。ふわーってなんかこう他の船とはスピードが違うの。ふわーって移動してピタッてここで止まったんだよマジで。真ん中ど真ん中、岩と岩。えまた来た。え、いや俺錯覚。えまた真ん中にいる。今度1個だ。え何何何、真ん中に出た。さっきのど真ん中に今度1個でいるんだけど、また来たんだけど。え何何これ、いるいるいる。え幻覚、うっすらいるよ。ど真ん中にまた出てきた。え電波ある、大丈夫、これ神回じゃないマジで。何これ、え何マジで怖いんだけど。怖いっつうか何これ、
何？あ、いるいるいる。今度遠くにいる、奥に。さっきよりも遠い。え、何これ、意味わかんねえ。何なんだろう。あ、いなくなったわ。あ、いる。なんだこれ、もうマジでわけわかんねえ。あ、いる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 わ。あ、いるいる。あれは船か、なんだ。あ、消える。え、なんだこれ。え、マジでわかんねえ。いるよ。でも何？え、見たことある、みんな UFO。 え、隕石。え、何あれ。え、なんだこれ。あ、光強くなってきた。え、何これ。こ、見えてる、放送見えてる。何あれ。星じゃないよな。放送見えてる、みんな見えてる、見えてる。なんかまたいる。なんだろう、すげえ不思議。見たことある、 UFO とか。どうせなら目の前まで来てほしいよな。我々はって言ってほしいよね。我々はって言ってほしい。俺言ってやるから。 Nice to meet you、 How about you、 And you って言ってあげるから。 I'm fine, thank you って。うん、なんだ。わかんないけど、やっぱグローバル社会だから。なんだあれ。あれ、さっき真ん中だったから、あれは船か。なんだろう、変な感じがする。なんだあれ。さっきのマジで何だったんだろう。あれは船か。超不思議。何だったんだろう。なんか変なの。いや、嘘じゃんよ。嘘なんかついてないもん、これ。わかんない。いや、謎としか言いようがないね。本当になんだかわかんない。なんだったんだろう今の、マジで。意味不明だったな。不思議だな。何だったんだろう。
マジ謎。わけわかめだな。あれ飛行機だもんな。ほら飛行機は音するんだ。飛行機は音するんだ。ちょっと謎の現象だったな。意味わかんねえなマジで。なんで？船って結構通るんだね。船いっぱいいるよ。また通って。船って結構速いんだな。あれはなんだろう、イカ釣りかな。何船なんだろう。こっちが太平洋か。何これは何、魚かなんか取ってんのかな。すげえいっぱい船いるよ。大島。夜釣ってるんだな、こうやってな。おー、面白いな。
うん、うん、イカか。3つ4つ船が今目の前にいてイカ釣ってるんだ。取れたてのイカうまいって言うもんな。食ってみてえな。イカは取れたてすっげえうまいらしいよね。いいな。金目鯛うまかったもんな、さっき。刺身で金目鯛食ったの初めてだな。金目鯛煮付けしか食ったことない。わさびもうまかったな。うん、ねえ、まあ俺ずっと電車の中に乗って真っ暗の海で凍えてるだけだけどね、今なんか仕事してる感じですげえ嫌だけど、俺は何しに来たんだみたいな。あー、バッテリーなくなるか。マジか。カメラの方に切り替えればよかったかな。マジか、バッテリーなくなるか。そう、ピカピカする使い切るのバッテリー。あら、そう、うーん、うん、いや、そう、あの金目鯛の刺身食った。温泉入りたいね。明日熱川行こうかな。熱川で1泊6200円の温泉見つけたから、明日一泊しようかな。どう思う？のんちゃんがコメント書いてくれたら聞けるんだけど、のりこが来ないんだよね。のんちゃん多分俺の家寝てんだと思うけど、バッテリーが切れるってことは残りのバッテリーでやらないといけないから、どうだろう。今3時間取って25%か。ギリッギリだな。ギリッギリだわ。バッテリーやっぱ2個は必要だな。バッテリー2個は必要だわ。ちょっとこっち側、あ、今差し替えらんねえのか。Wi-Fi はもう十分だろう。Wi-Fi 抜こう。伊豆高原にある高原の湯。泊まりたいんだよね。一泊して温泉で疲れ抜きたいっていうのがあるんだよね。ちょっと贅沢だけど。もう捨て頃終わってから温泉行くってずっと言ってて、全然行けてなかったから。温泉行きたいよ。温泉行きたい。へえ、いいね。修善寺。ていうかバッテリーの持つが計算外だな。昨日よりも減りが早い。
コンセントを持ってきてたら、なんとかなったかもしれないけど、コンセント自体持ってきてないんだよね。漫画喫茶ないよ。だって駅から歩いて1時間半だよ。ないないない。あ、寒いと減るの早いんだ。だからだ。今日異常に減りが早い。計算がどんどんなんか早いんだよね、減りのスピードが。寒いからか。ちょっと放送切れたらごめんね。多分ね、持たないこれ。多分途中でパツって消えるけど、なんとかするよ。寒いと減り早いんだ、電池って。あったかいと減りが遅いんだ。なんかね、カメラも携帯もバッテリーも早い今日。厳しいけど残り 20% ぐらいになるかな、どうだろう。もう一回明け方トライしたいんだよね。ただバッテリーが持たねえか。変える？どうする？明け方6時半にあれ撮ろうと思ったけど、なんだっけ、明け方6時半まあだって充電する場所がないからね。まあ、宿泊まったら宿であれするけど、宿で充電するけど、どうしよう、まだ決めてないんだよ。で6時半にもう一回あの竜宮窟行こうと思ったんだけど、ちょっとバッテリーの関係で引き返した方がいいかもな。帰った方がいいかもしれない、もしかしたら。どうする、帰る？駅まで1時間半だから始発出るでしょう多分。それで熱川で泊まる、今回も竜宮窟諦めて。だってカメラの電池も 25% しかないもん。あ、 24% だって。どうしようかな。いやだから熱川に泊まるか東京に帰るかも考えてない。どうしよう。2泊3日状態だから、今日帰ったら2泊3日だし。でも2泊3日っつってもね、ずっと外歩いてて、外写真撮ってるだけだから、なんか休ま、なんかこう、なんだろう、静岡を満喫は全くしてないね。一泊ぐらい、あ、そっか。あ、でもコンビニでコンセントの買えば、 USB 買えばなんとかなると思うから、コンビニで売ってるよねコンセント。あー失敗したな、いいだよ。そっか、コンセントがないから結局 USB しか持ってきてないから、ちょっと段取り悪いな今回俺。ちょっと失敗だね。帰るか、これ取り終わったら帰ろうか。もったいないけど。いやでもじゃあ竜宮窟は諦めるかどうかで考えてんの、どう思う？あの朝6時半明け方の竜宮窟、あと3時間だもんな。もう帰ろうか。そう、今回は俺のなんだろう、下調べミスっていうか、これはしょうがないよね、帰るしかないよね。撮りたかったもの撮れないけど、それもまあ含めて経験だよな。悔しいな。いや、あ、準備不足っていうか、いや本当はその下田の竜宮窟っていうのを取りに来たの。竜宮窟で、竜宮窟歩いて駅から1時間半まで来たのよ。いや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 、もう来たくない。もうさすがにもう今日が最後のチャンスだったから、撮るんだったら明け方の6時半に撮るしかないの。ただ電波はない。
だからね、この辺に住んでる人がね来てくれたらありがたいんだけど、さすがに無理だろう今の俺の閲覧だと。下田に住んでる人なんかいないと思うもん。まあだから1時間半放送しながら歩いて帰るバッテリーって考えた方がいいんじゃない？どう思う？残り 20% で朝まで粘るってちょっと厳しいよな。だってあと2時間半もあるんだぜ、明け方まで。どう思う？撮りたいものを朝まで俺一人で耐えて撮るか、どう思う？みんな正直帰った方がいいのか、粘って明け方撮る方がいいか。帰った方がいいよな、もう大失敗だよ。いや帰ろうと思ってここで4時間放送しちゃってんの。悔しいからオリオン座撮るわっつって。だよね。いやだって海の透明度なんか俺真っ暗だから見えてないもん。正直だから何が何だか分かんねえまま帰るんだよ。すげえ悔しいよ。ここは車で来るところだな、正直。車で昼間の撮影だな。超悔しい。失敗だ。マジでちょっとないな。昼ではないけど、ここで寝て過ごすか。でも放送ができなくなったら超孤独だよ。超寒い。うん。いや歩いてんの一人も違わないよ。帰るかどうすっか。正直オリオン座も微妙だし、この写真お蔵入りかな。ちょっとね撮れ高微妙。今確認するけど、もう雲がかかっちゃってダメ。でっかい雲がかかってて、もう風邪ひいたんだよね昨日の時点で。もう雲がしかも、うわーここいいな。うん、最初良かったけど、最初すっげー面白い映像撮れたけど、あともう雲だ、全部雲が流れてってるだけ。ちょっとひどいなこれは。帰るか。決断だな。ここで帰る？どう思うみんな。あー悔しい、マジで悔しい。帰るか。もう雲かかっちゃってて撮れないや。でも下田駅までこっから1時間半歩いて、でバッテリーがもうないから帰るか。ああしょうがねえや。悔しいけどこれは帰るしかないな。下田に帰るか。ちょっと今日のと調べた方がいいことは大丈夫で、まあ帰りは俺の放送付き合ってくれると嬉しい。1時間半寂しいからダメだな。雲が流れちゃってて面白くないわ。コンビニはねあったから大丈夫。
うん、一緒におしゃべりしながら帰れたら嬉しいかな。これも思い出だな。いや、行動力はあってもさ、ちょっと今回悔しいよ。今回はちょっと悔しいな。大失敗だな。成功したいな。ちょっと今日は悔しいけど、これを忘れないで、この悔しさバネに頑張ろう。まだまだ映画は先長いから。ただまあ敗北ですね、今回。正直このまま帰りたくねえ。でもね、やっぱ予算とか限られてるし、新幹線で往復でやっぱね、食事とかいろいろ含めて2万ぐらい飛んだの今回。3万ぐらい飛んでんな。2、3万飛んでて、うん、いや大変だよ。ね、調べるっていうか、いや、そういうもんでもないと思うんだよな。なんつうか、ちょっと難しいよね。まあ俺がほら感覚の人だから、自分で言うのもあれだけど、まあなんかあんまり納得いく写真は撮れなかったな今回。いや、っていうのもね、写真もやっぱ、まあまあいいや。とにかく今回あんまうまくいかなかったよ。正直なんか辛いね。ああっていう、悔しいっていう感じ。正直悔しい。でも海外ロケの人とかもっと大変だと思うよ本当に。だって近所だもん、歩いて20分で行けんだもん歌舞伎町。いつでも撮れるじゃん。だから今回みたいにさ、いつでも来れるわけじゃない時の方がやっぱ気合い入れて、しかも撮りたいものだったから、それが撮れないっていうのは悔しいよ。お金と時間かけて、チャンスが毎回巡ってくるわけじゃないし、俺も貧乏だからさ、しかもカメラもさ、あのリスナーさんがさ、こう支援して買ってくれたやつだから、やっぱ一番の恩返しは俺は綺麗な映像で恩返しすることだと思ってんのね。俺が体張って頑張って、そのために買ってくれたんだもん。やっぱり結果残してさ、あー和道にカメラ支援してよかったって思ってもらいたいじゃん。和道にね、みんなが花火投げて、そうかな、はあ、ちょっと今回失敗だな。取り返さないとどっかで。うわーマジでつらい。ちょっとつらたん、ちょっとへこんでます。あれ Wi-Fi がない。ありがとう。失敗も垂れ流さないといけないからね、配信はね。あれ Wi-Fi がないな。 Wi-Fi あったあったあった。じゃあ帰るか。 Wi-Fi の電源は多分持つと思うんだけど、携帯の電源が持つか分かんねえな。帰るか。
帰りまする。悔しいな。めっちゃ悔しいよ。下田で泊まってもう一回来るか。下田って満喫あるかな。ないよね。うわあ、カジカンで歩けねえ。お疲れ様でーす。ごめんね、みんな。ちょっとね、みんなに誇れるような絵は撮れなかった。申し訳ない。綺麗だねっていう映像撮れなかったよ。調べてほしいのはね、下田に満喫あるかどうか。奇跡的に多分ないと思うけど、もう下田に満喫があったらそこでもう一回トライするかもしれない、もしかしたら。よいしょ、帰るか。よっしゃ、1時間半歩くぞ。ありがとう静岡、ありがとう。よし、帰るか。合ってるよな。そうだね。昼間来ないとダメか。苦い思い出だ。まあまあ、しょうがない、しょうがない。気持ち切り替えてこう。いろんな制約の中でやっていかないといけないのはみんなそうだから。悔しい。ああ、取りたい。リュウグウ靴取りたい。リュウグウ靴取りたい。超取りたい。くそ、一泊、リュウグウ靴取りたいけど充電ない。帰るか。悔しいの。ねえな、こればっかりは。帰ろう。これがね、これが映像ですよ。カラオケ屋か。カラオケ屋24。カラオケ屋24かな。24だったらカラオケ屋で充電して。なんかね、諦めたくないんだよな。なんかせっかく来てさ、諦めたくないんだよな。カラオケ屋24だったらもう一回来る。駅前に戻ったら昼間、今日の
昼間再トライする？カラオケ屋で充電して、カラオケ屋で仮眠取って、伊東までは戻れない。伊東までね、電車で40分ぐらいかかったから、伊東までは戻りたくないな。もしトライするんなら下田でなんとかしたい。下田で充電して、コンセント買って充電して、下田でトライ。天気予報を今見れる環境がないね。マックは駅前にあったな。マックは駅前にあった。ただ24じゃないっぽいんだよね、マック。体も休めたいんだよね、ちょっと仮眠でいいから。天気予報を見るっつうか、俺が携帯電話で放送してるから見れないんだよね今。そうだね、あ、いやでもマックで寝そべれないから、カラオケで寝な、4時間じゃ無理か、5時間6時間寝て、で昼間撮ってそのまま東京帰る。もう温泉諦めて、このまま芋引いて帰るのつれえよ。悔しい。6時半か。いや、マックじゃなくてカラオケ屋の方が気になるな。そうそうそう、24のカラオケだったら粘れるけど、24のカラオケだったらね。そしたらバスで行けば。二次閉店か、ありがとうちょ。くそー、これ帰れって言われてるようなもんだよな。なんかな、もう超ど田舎なのよ、街灯もないような。ああ、ここ夏場人多いんだ。リュウグウ靴取りてえな。いや、満喫ないって。まあしょうがないよこれは。おはようございます。ランナー、早朝のランナーのおじさんがいた。だってランナーのおじさんがヘッドライトつけてたもん。それくらいだよ、それくらい借りないんだよ。今おじさんのランナーヘッドライトつけてた、頭に。だって何にも真っ暗で見えないでしょ。もうやっと人に遭遇したと思ったらヘッドライトつけてるもん。え？みんなはさ、どう？みんなはさ、諦め、もう帰った方がいいと思う？それとも粘れって感じ？正直。俺はちょっとこれ悔い残すと思うんだよね。取りたい、俺は取りたい正直。あと温泉入りたい。せっかく来て温泉入っ
温泉と竜宮窟俺は撮りたいよ。こんな悔しい思いするとは思わなかった。みんなどう思う？正直、まあ、とにかく一旦駅には帰るけど、どっちのバッテリーがないから。でも今日ここに来るのも結構迷った挙句勇気振り絞ってきたんだよ。そう、予算の関係とかいろいろで無理やり来たんだよね。カラオケ道場てんてんか。うさこさんいらっしゃい。いや悔しいよ。いや違うんだよ。あのね、温泉に行くってことは東京方面に戻るっていうことを指すよ。だから帰りに行く、要は俺の予定だと今日竜宮窟を夜撮影できて、でさらに帰りに温泉寄れて一泊して帰ったら最高だなっていう。だけど絵も撮れてないで、これで温泉入ってよかったっていう感じでもないし、いやバッテリーもう、要はオリオン座撮っちゃってバッテリー切れちゃってるんですよ。だとにかく駅に1時間半歩いて帰らないといけないのね。駅まで1時間半かかるから、で駅に着いて充電してどうにかして満喫か。どう思う？うどたみ終わってるか。どうすっかな、どうすっかな。この竜宮窟、竜宮窟でみんな検索してみてよ。まあ山だもんね、山と海だもんね。だから千葉でいうとこの多分銚子とかなんだよ、ここ銚子とかね、その辺の感じなんだよね。あのね、俺が撮りたかった下田竜宮窟、お金がないの。竜宮窟のタイムラプスは感動すると思うんだよね多分。4時だもんな。悔しいぜ。どうすっかな。タクシー呼ぶっていうのが都会っ子の発想だよね。マジっすか。いいね。そう、バスで20分、だから歩いて1時間半かけてここに来て、電波もなくて何も取れなくてへこんでて、電波があるところに戻って泣きそうっていうタイトルの、今タウシです。今タウシですよ。どうしよう、竜宮窟撮りてえよ。でももう予算がゼロ、予算なし。時間ももう一泊したらのんちゃん怒んないかな。どうだろう、どうしよう。高いな、こっちで合ってたっけ。合ってる合ってる合ってるわ。
温泉泊まりて、温泉泊まりて。あ、当時で読むんだ。まあそうだよね、そうだよね。充電、変えるか、おとなしく。ここまで来て何も取れてないっていうのはどうなんだろうか。今民家あるね。ちょうどでっかい交差点、タウシの交差点、タウシ入り口についてる、タウシ入り口の交差点。ファミリーマートがそこにあるね。ファミリーマートがある。ローソンもある。これが136だね。136まで戻ってきたよ、タウシの。ちょ、パンかなんかあったかいもん食っていいっすか。ちょ、パンかなんか136でしょ。そうそう、136だよね。うん、うん、ちょっとあったかいの、なんか寒い。コンビニが、ファミリーマート、セブンイレブンあったよな。セブンのコンビニにしようかな。うん、そこにローソン、ファミマ、あとあれがあった、セブン。え、ちょっと待って、休憩スペース店内にある。ちょっと待って、聞いてみるか、充電させてもらえるかどうか。ちょっと待ってね、24時間うわ、充電、すいません、あれ、すいません、ここで買い物して、ちょっと充電、あそこでご飯食べながらさせてもらうことできますか。大丈夫です。あ、いいですか。な、あの、結構カメラで竜宮靴撮りたいと思ってて、どれくらいいてもいいですか。別にいいですか。ありがとうございます。ちょっとここにいさせてもらうありがとうございます。ちょっとじゃあ買い物をします。充電器、充電器、コンセント、あれ電波ない。コンセント、コンセント USB、 え、電波ある。これサイトライだな。店員さんが OK もらいただけたんで、このまま芋引いて帰れないよ。いや、これなんで値段違うんだろう。出力 A、 コンセント2ポート、え、なんだ。先に充電させてもらう。うん、いてもいいって、あの、おっしゃっていただけたんで。え、これなんで1400円と2800円があるんだけど。一番もうオリオン座終わったんだよ。コンセントもあって使っていいって、充電させてもらえるって。で、好きなだけいていいって言っていただけたんで、ちょっとここで、あら、温まらさせてもらうけど、なんか値段がね、1000円ぐらい違うんだよ。何が違うのか分かんないんだよね、これ。 iPhone、iPod、 え、何これ。あ、ライトニングケーブルかどうかか。いや、コンセントあればいいから、これでいいか。コンセント式、なんだよ。星の撮影をするために来たんじゃなくて、竜宮窟を撮りに来たのに、それで竜宮窟が撮れなくて、あの、今苦渋でオリオン撮ったんだけど、オリオンダメだった。今見せるよ、リスナーさんに。ちょっと待ってて、ご飯も食べよう。じゃあここでサイトライっていうことで、諦めらんないでしょ、配信者。何飲もうかな、あったかいコーヒー、お茶かなんか飲もうか、静岡だから。あと飯食おう。
あったかい、あったかい。何がいいかな。どうしよう。どうしようかな。工場夜景、近くに工場あんの？工場あんの？近くに。え、近くに工場あんの？この辺。何工場夜景。あと何かを。あ、そうなんだ。工場ないの？これでお願いします。はい、あ、あとおでん、おでんはね、もうあ、もうない。はい、了解です。洗うんでね、はい、来てあるんですよ。すみません。じゃあちょっとあの充電させていただきます。はい、イートインで。温めますか？お願いします。全部で3,238円です。はい。3,000と。ポイントカードとかはありますか？あ、ないですね。はい、40円で。これで、はい、5,000と40円。はい、補給は1,000円と、はい、820円。はい、はい、ありがとうございます。あ、もうそのままそこで食べるんで袋大丈夫です。はい、すいません。はい、ありがとうございます。よいしょ。よし、じゃあここで充電させていただこう。いや、もう風邪ひいちゃったんだよね、昨日の時点で。充電させていただきます。よいしょ。いやー、これは取れっていう風に言われてる気がするね。諦めるなって言われてる気がする。じゃあ充電していきます。まさかの、ちょっと充電を強めにさせていただきます。頑張ろう。諦めたらダメだよね。諦めたらダメだよね。いやー、助かる、本当に助かる。あとね、心よくいいよ、いいですよってね、言っていただけた店員さんにも本当に感謝だよね。コンセント買いましたんで、これで充電したいと思います。まずはこいつから。おはようございます。で、携帯電話コンセント1,600円のやつ買った。1,600円、もうしょうがないでしょ。1,600円でこれはやるしかないよ。絶対取るから。諦めたらダメだよね。せっかく生まれたんだもん。俺は取りたいものを取る、やりたいことをやるために生まれてきた男だ。
そうだね。ちなみに今日撮ったやつ見ますか皆さん。今日撮ったやつ、その前に充電しないと。ね、やりたいことやっててさ、やりたいこと投げ出したらかっこ悪いもんね。粘ろう、最後まで奇跡を待とう。ね、バロならない、ならない、 3,4 時間かかる。でもあの 50% まで持ってからなんとかなるから、だから明け方までここにいよ。まずカメラ、カメラ今が22%ね。で充電されてるのこれ、うん、あ、ありがとう、アイテムありがとう。じゃあここでちょっとお弁当食べて、ご飯食べて回復したらもう一回再トライしよう。いただきます、唐揚げ弁当いただきます。駅に行くバスって何時にあるんだろう。誰かさ、調べられる人さ、あの竜宮窟からさ駅に行くバスさ何時に出てるか、竜宮窟側から下田駅に帰る駅のバス誰か分かる人いますか。バス停の時刻とかあんのかな、ネットに。もしあの協力してくれる方がいたら嬉しいです。あ、今日撮ったやつ見せるっつったの忘れてた。今日撮ったのは、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。今日撮ったのこれですね。こんな感じです。これが竜宮窟ね。外からしか撮れなかった。これ雲の流れブワーっていう、これ YouTube に上げますんでね、雲の流れ。でさっき撮ったオリオン座が多分もうすぐ来ると思う。これがオリオン座、オリオン座がこうバーってなって、後半雲が流れちゃったからあのちょっと見れたもんじゃない。もうずっと雲雲雲だ。でもまあオリオンが最初の序盤オリオンが出るんで、これ YouTube にアップするんでね、もしよかったら YouTube 登録しておいてください。こんな感じですね。 YouTube で見たらもっと綺麗だから。で竜宮窟撮ろう。じゃあ次枠行きます。コンビニの前にバス停がある。コンビニの前にバス停あるんだ。後で調べてみる。
てか帰りでいいか。あ、そう、オッケーオッケー。後でさ、ここ出るときに調べよう。ありがとう、教えてくれて。地元の人だね。いただきます。うまっ。